まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。そろそろです。静かに。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。頼んじゃないよ。これは下品。まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。一月も。一月も借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治。信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏。高を阿佐浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせってもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。やめておこう。構えて。身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってない。軍師兵っぽい。おい止まれ。ダースだ。ダース、ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。We'll sit down.
まさかうまくいくなんて。ああひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろ。分かってる。この上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。ナトサンドルコマ。おい、ハルボえ？エッジーさんなんぞ。今は。ノヨトン、エンコラスタハスクタフィクサスラ。どこゲンゾーか。ベーゲンシャッター。ザーノイントン。きっと、ダカは無事だ。紐が小さいから。行くぞ。ビーネコイを聞こえん。おい、どうした。鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるな。一人を見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。殺された連中と違って、俺は逃げ切ってやる。
通りだ。逃がさないよ。ベンネコール。頼む。休ませてくれ。だから。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。そこから出るぞ。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。